しかし、また気がかりでならないことであろうし、つれづれを慰めるものを失っては、自分は何によって日を送ろう。姫君がいるために、玉坂に訪ねてくる源氏が、立ち寄ってくれることもなくなるのではないかと、反問されて、結局は自身の発行を悲しむ証であった。あなたが姫君を手放すまいとするのは間違っている。ここにおいでにならなくなることは、どんなに苦しいことかは知れないけれど、あなたは母として、姫君の最も幸福になることを考えなければならない。姫君を愛しないでおっしゃることで、これはありませんよ。あちらの奥様を信頼してお渡しなさいよ。母親次第で陛下のお子様だって階級ができるのだからね。源氏のおとどが、誰よりも優れた天分を持っていらっしゃりながら、見くらいにお付きにならずに、一臣下で仕えていらっしゃるのは、大納言さんがもう一段出世ができずにお隠れになって、お嬢さんが好意にしかなれなかった。その方からお生まれになったことで、ご損をなさったのですよ。まして、私たちの身分は問題にならないほど恥ずかしいものなのですからね。また、親王様だって、大臣の家だって、良い奥様から生まれたお子さんと、劣った聖母を持つお子さんとは、人の尊敬の仕方が違うし、親だって、公平にはおできにならないものです。姫君の場合を考えれば、まだ幾人もいらっしゃる立派な奥様方のどっちかで姫君がお生まれになれば、当然肩身の狭い方のお嬢さんにおなりになりますよ。一体女というものは、親から大切にしてもらうことで、将来の運も招くことになりますよ。袴着の式だっても、どんなに精一杯のことをしても、王位の三層ですることでは、華やかなものになるわけはない。そんなこともあちらへお任せして、どれほど尊重されていらっしゃるか、どれほど立派な式をしてくだすったかと聞くだけで、満足をすることになさいね、と娘に教えた。